皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はペチュニアの挿し芽、増やし方ですね。その成功率を上げるコツをお伝えしたいと思います。ペチュニア、増やすことができます。あくまで個人で楽しむ範囲内でしたら、茎を挿すだけで増やすことが簡単にできるんですね。ただこちらしっかりとポイントを抑えないとうまく根付かず育たなかったってことになります。僕も毎年やっていてですね、最初の頃は結構失敗しました。でいろいろ試した中でこれならもう本当に成功率高くいけるなっていうやり方ありますので、今日はお伝えしていきたいと思います。最後までぜひご覧ください。さあまずペチュニアの基本の育て方とですね、もう春から秋まで長くね開花してくれる花なんですが、それを綺麗にこのようなね形でこんもりと咲かせるコツはですね、別の動画でお伝えしております。もうじっくりそちらでやってありますので、ぜひ見てみてください。で今回は増やし方です。でその中でね、切り戻しというテクニックがあってですね、まあ、切って一度リセットするような感じですね。その切り戻した時にたくさん出た茎を使って、これ一個一個で一本一本で増やすことが可能なんです。で適期ですけども、やるべき時期はですね、5月6月をお勧めします。で切り戻しの時期として、まあ、別の動画でお伝えしてますが、6月に1回ね2分の1バッサリこう切ってほしいんですが、まあ、その時ができますね。まさにおすすめです。真夏がちょっとねなかなかやっぱり暑くて根をねこの後出さなきゃいけないんで発根しにくいので、真夏は避けた方がいいかなと。ちょっと成功率下がります。でその後逆に秋口にもやることが可能です。単純に言うとね、これを刺せばいいってことなんですが、そこにはコツがありまして、ただじゃあ切ったものをこれを刺したら根付くかっていうと、そんな簡単ではないんですね。やっぱり一つちょっとね、ポイントがありまして、それを押さえていただきたい。まずね、これ意外と皆さんやってる方少ないんじゃないかなっていうやり方で、まずポイントとしてですね、刺し芽成功させるためには、水が非常に大事です。非常に大事です。ペチュニアの育て方で言いましたけども、過湿蒸れには弱いので、乾かし気味、むしろ水が土が乾いたら水やりましょうって散々僕言ってます、別の動画でも。ですが挿し芽に関してはですね、水を切らしてはいけません。根が出るまではしっかり水を含ませなきゃいけないんです。でなんだったらですね、これ意外と知られてないと思うんですけども、切る前、その前にもこの株にしっかりと水が含まれていることが大切です。大体やるのって切った後、まあ、ここは必要ないと思いますけども、切った後こちらをですね、水つけておくっていうことが大体やることだと思います。これ知ってるよって方も多いと思いますが、もちろんそれもやるんですけど、その前です。じゃじゃーん、見てください。これ普通に何でもいいですよ。洗面器なんでいいんですけど、水張ってください。そこにこれ普通に鉢植えで育ててるペチュニアをつけちゃいます。あんだけ加湿やめろと、水は絶対はけるようにしてねって言ったのにつけちゃう、なんでだってことですが、これはあくまで挿し芽のためです。挿し芽をする前日に思い切って水につけちゃってください。だいたい鉢の半分ぐらいですね。はい、半分ぐらい浸かるようにしてですね、これ一晩つけといてください。これなぜいいのかというと、これによってしっかり根が水を吸い上げます。一晩ぐらいじゃね、蒸れません。大丈夫です。根腐れしませんので安心してください。しっかり水を吸い上げて、もうこの茎の先、枝先までも、もう水が含まれた万全の体制を作るんです。挿し穂成功、挿し芽成功のコツはですね、今言った通り水なんですよ。切った時に、そもそもこの挿し芽に水分量が入っていない。水切れしている状態ではなかなか発根してくれません。であればもう事前にしっかりと水含ませましょうってことなんですよ。なのでこちらおすすめします。前日に一晩でいいですので水つけてください。はい、でこれつけておいて、いよいよここからが挿し芽作っていきましょうということで、まあ、挿し芽言っていますが、単純に芽を刺すから挿し芽なんですよ。もうそれだけなんです。まあ、とっても簡単です。あくまで個人で楽しむ範囲内でねやってくださいね。取る挿し穂ですが、まあ、どこでも結構いけるんですけど、できれば軸がしっかりとした、まあ、ひょろっとしていない茎ですね。それでいて木質化するぐらい古い、ちょっと枯れ込んでいる茎だとうまく発根してくれませんので、若々しくてですね、新しい、まあ、こういった場所ですね。はい、まあ、花が咲いている場合花も取るんですけども、でこのままね挿してもうまくいく場合もあります。
ですが、やっぱり成功率上げたいですね。このままだとね、失敗する可能性高くなります。どうするかというと、簡単です。花ついてる場合も花もなるんですけど、この上の部分ですね。まあ、摘心って言っても他の動画でも言いましたが、この心、成長点を積むって感じです。ここ積んじゃいます。はい。はい、上積みました。で、あと刺す場所ですね。刺す場所、このまま刺しちゃうと、これ土の中に埋まっちゃって、ここがですね、まあ、カビたり腐っちゃって、ダメになってしまう恐れがありますので、下の取っちゃいます。下の葉っぱ取ります。下葉を取ります。葉は大体2枚ぐらい残せば OK です。はい。まあ、ちょっと今回はこのぐらい残しておきましょうかね。はい。で、あと、この残す節はですね、この大体1節、2節ぐらい、この葉の出ている節のところですね、2節ぐらい残ってればいいですよ。まあ、5、6センチぐらいですかね。もうこれで OK なんですよ。これで刺すんですけど、さらにいきましょう。さらに成功するポイントとして、ここまず切り口をちょっと斜めに切ってください。これ切り花でお伝えしましたよね。斜めに切ることでここから水吸い上げるんで、なるべく水を吸い上げる断面を広くしてます。でさらにやっぱり水をしっかりと含んでいる状態が必要なので、このままでは葉っぱがちょっとね、蒸散しすぎる、蒸散って水がね蒸発するんですけども、吸い上げた水がどんどん葉からね蒸発しちゃうので、葉っぱを半分に切っちゃいます。じゃんじゃんじゃん、こんな感じです。はい、ちょっとかわいそうなんですけども、このぐらいやっていただくとですね、より成功しやすくなるのでおすすめです。で、切った刺し穂をですね、さらにですね、まあ水をね、前日から鉢につけて水含んだ状態ではありますが、さらに水を含ませます。こんな風に何でもいいんです。水を張っておいてください。そこに入れちゃいます。まあ、茎の部分切った場所だけつけてもいいんですが、これね、たくさん取りたいんで、1本だけね刺しても失敗したら悲しいので、何本かね作っておくのをお勧めしたいと思います。そしたらもうこんな風に平べったい容器に水張ってチャポンと、もう全体使って構いません。こんな風に入れていってください。こっちも切ったらこんな感じです。切って作ったらどんどん入れていく。ちなみにこれただの水です。ですがさらに確実に発根させたいのであれば、今ね発根促進剤っていうのも売ってるんですよ、園芸店さんで。まあ、メネデールなどがね有名ですよね。そういったものを、この液体のね発根剤を水に、まあ、規定量薄めていただいて、この状態にしていただくと、より発根しやすくなりますのでおすすめです。まあでもそれ使わなくてもですね、水でも十分ね発根してくれます。でこれじゃあいつまでつけておくのかってことですが、だいたい30分以上、まあ、1時間はつけておくといいですね。まあ、今回これぐらいにしときますが、まあ、実際たくさんね切り戻しも兼ねてやるときはたくさんのこの穂が取れますから、もう全部水につけちゃってください。ある程度取れるものはですね、どうしてもね全部 100% ってのは難しいので、いくつかダメになってしまうのもあるので、たくさん作っておくっていうのもポイントですね。というわけで、だいたい1時間ぐらい経ちました。しっかりとねこの刺し穂に水分が含まれました。万全の体勢です。ここまで来たらあとは刺すだけです。まあ、どんなところに刺すか至って簡単ですよ。もう普通に余ってる鉢がありましたら、その鉢使ってください。でそちらにですね、土ですね、あの赤玉土だけでもいいです。あの肥料分が入ってない土を使ってください。必ず新しい土ですね。種まき用の土でいいんですよ。で、あのこんな風に売っております。刺し芽種まきの土っていうね、刺し芽にもいいよっていうのが書いてある土、まあ、これ使っていただくと間違いないですね。はい、とにかく新しい土で、あまり肥料分の入っていない土、まあ、基本的にこういったものは入っておりません。じゃあでも普通の培養土、市販の培養土ではどうなのかっていうと、あの、ね、いけました。ちょっとでもね成功率は下がってしまう恐れはあるかなっていう印象はあるんですが、でもいけましたので、まあ、それでもチャレンジしてみたいなって方はね、やってみる価値はあります。でも万全にね今回成功率アップテクニックなので、まあ、こちら使った方が間違いないですね。はい、で土に、お先に入れておいて、でこれをねしっかり湿らせてください。でこういった刺し芽用の土っていうのは、まあ、ピートモス主体だったりして、水がねなかなか最初は含みにくいんですね。これもしっかり水含ませておきました。なんだったらこういった水を張っておいてですね、ジャボッとつけておいて、このここまた鉢、この時と一緒ですね、半分ぐらいつけて水をしっかり中まで湿らせるようにしておきましょう。何より水が大事なんです。でここに刺していくだけです。なんか割り箸などね使っていただければ刺しやすいです。ちょっとグイーッと刺していただいて、
で、ここに作ったものを入れる。ある程度刺して土を寄せる。これだけです。なんて簡単でしょうか。なんか刺し目っていうと難しく感じるかもしれませんが、とにかく簡単なんですよ。はい。で、1個だけではですね、これがダメだった場合悲しすぎますので、たくさん入れておきましょう。ある程度間を離してですね、刺して、こちらも刺します。そして土を寄せます。こんな感じですね。ずっとね、ここで育てるわけではないので、発根した後また別の鉢に植え替えるってことであれば、このぐらいつめつめで植えても構いません、刺しても構いません。でも少ない量にしておいて、あえてこのまま育てていくっていう方法もあります。こんな感じですね。はい、こんな風に簡単にね、刺し目作ることができるんですよ。あとの管理なんですけども、ここからもやっぱり水が重要です。種まきと同じように考えていただくといいですね。種まいたら土乾かないようにしましょうって言いますよね。土の水分を含んで発芽してくれるわけです。これは同じようにですね、土の水分を含むことによって茎切った場所から発根してくれるので、土が乾かないように注意してください。散々ね、ペチュニアの育て方でですね、加湿に注意、土が乾いてから水をやりましょうって言ってきたんですが、その刺し目の場合は逆ですよ。土が乾かないように注意してください。常に水をやるようにしてほしいんですね。改めて新しい水を張っていただいて、もしでしたらこのまだ芽が発根するまでは、このように、まあ、もう少し浅くていいですけども、ちょっと水につけておくようにしてもらうのも間違いないかなと。これ一つポイントですね。こんな風にしてもいいかなと思います。ただこれで気をつけていただきたいのは、ずっとこのままにしておくと芽が出た後もこの状態だと根腐れしちゃうので気をつけてください。ある程度だったら必ず戻してくださいね。ちょっとそれが心配な方は、基本はですね、とにかく上路で水をしょっちゅうやるようにしていただくのが一つポイントです。で、さらに言うとですね、この霧吹きで水やり以外でもですね、気になったらですね、あ、土はまだ湿ってるけど、ちょっとこの葉っぱが乾いてるかなって思ったら霧吹き、はい、していただく。まあ、こんな風にしていただくと、まあ、みずみずしい姿がずっと保たれてですね、切り口乾かずにそこから発根よりしやすくなってくれます。で、置き場所なんですけども、置き場所はですね、やっぱり光合成も重要です。真っ暗だとうまく育ってくれません、発根してくれません。かといってまだ切ったばかりで傷がついている状態ですので、いきなり日当たりガンガン直射日光だとクタクタッとね、このまま枯れてしまうことになりますので、よく明るい日陰って言いますよね。明るい日陰ってなんだってこと、どっちだってことなんですけども、直射日光が当たっていないってことなんですよ。日陰っていうと完全に真っ暗なイメージになっちゃいますよね。そうではなくて、日は直射日光当たらないけど、いわゆる反射光のような感じで、でも日中明るいよね、柔らかい光は当たってるよねっていう場所に置いてください。そこに置いていただければ結構です。まあ、だいたい3週間4週間で根付いてきてくれます。で、そうなったらですね、まあ、少ない本数を刺しているんであれば、そのままこのままね、ずっと育てていただいても構いませんし、たくさんね、こんな風に刺したってことであれば、いよいよドキドキの瞬間です。ここから抜いていた、優しく抜いていただいて、芽が張っているのを確認して、やった、成功したという感動を味わって、なるべく早めにですね、まあ、ここで分けていただいて、根が乾かないうちにそれぞれを鉢に植え付けてください。で、その後ですね、普通のペチュニアの管理方法と一緒です。いよいよ日当たりに置いていただくですね、風通しのいい場所に置いてください。そして水やりも、根が出た後はですね、ずっと湿っていると根腐れしてしまいます。普通のペチュニアの管理方法にいよいよ移行していきます。土が乾いたら水をたっぷりやる、これやっていただければ。なので、ここでも改めてですね、別の動画出してますので、そこを見ていただければ。そういう風にしてもらうとですね、まあ、5月6月にやっていただいたら、うまくいけば花はそうですね、5月だったら、5月にやっていただければ、6月中にはもしかしたら、はい、花がうまく咲くということになりますので、感動しますよ、その瞬間。僕ももうそれがたまんなくてですね、やっております。あくまで個人で楽しむ範囲内でやってくださいね。人にプレゼントしたりだとか、売ってしまったらそれは犯罪になってしまいますので、どうかお気をつけください。ご自身で楽しむ範囲内であれば増やし放題です。こんな風に簡単にできますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。まあ、失敗してもね、
まあ自分でその失敗したら経験にもなりますし、また今度やろうって思えるので、何がいけなかったのかなってまたね考えていただいて、あのチャレンジしていただく、何度も何度もチャレンジしていただくことで自分なりの成功の方法もね見つけられます。僕は今日お伝えした方法が一番僕に合っている方法でしたので、ぜひやってみてください。他にも皆さんの方法でね、これいいよっていう方法ありましたら、ぜひねコメント欄にもいただけたら、みんなで共有できたらと思っております。みんなで園芸楽しんでいきましょう。というわけで、刺し目チャレンジしたいなと思われた方、ぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ペチュニアのある暮らし楽しみましょう。以上、三上真史の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。